歌詞確認します。歌詞忘れちゃうんだよな。それだけです。あとは2人がやってくれる。ありがとうございます。小岩の日も3日目ということで、はい、皆さん楽しんでますでしょうか。この小岩のイベントっていうのが今年から開催されていて、はい、この5月18日が小岩ということで、はい、その語呂合わせといいますか、はい、小岩の日というふうになってます、はい、こちらのイベントが18日から4日間21日まで、お店、そうですね、はい、25店舗の飲食店が参加しておりまして、自慢のお店の一品とワンドリンク1000円で楽しめる。1000円ですって、はい、1000円ワンドリンクと自慢の一品1000円ではしごできるんですよ。機会にはしごしていただいて、そうですね、はい、いろんなお店知っていただけたらと思います。はい、思ってます。はい、ということでちょっと早速、はい、こう歌っていただくまもちゃんに登場してもらいたいと思います。はい、はい、ももちゃんよろしくお願いします。お願いします。ももちゃん、この3人でね、忘れちゃってて、この3人で YouTube をやっているんですけども、はい、今回、はい、なんといじられて小岩という小岩のね歌を作らせていただいて配信させていただきました。歌手デビューです。はい、初です。いじられて小岩、はい、いじられて小岩、これどういう曲なんでしょうか。80年代のイメージした歌謡曲なんですけど、なので結構懐かしいなって感じるような曲調になってますので、ぜひぜひ、はい、ちなみになんかポイントはありますか。ポイントはですね、MV 見ていただいたことが分かるかと思うんですけども、はい、振り付けがありまして、はい、こういうわっていうフレーズが出るときに、恋、指ハートでハートを作って恋とわ、こういうわっていうポーズがあります。指ハートね、はい、親指と人差し指、ほらこうちょっとずらすとハートに見えるでしょ。ここがね、ハートほらほら見えるので、はい、これから歌うんですけど、はい、よかったらこういうわって一緒にやっていただければと思います。はい、一緒にね盛り上がっていきましょう。はい、距離の出てやるかを恋はしない。
言われるところは皆さんが完璧でしたね。ではありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったです。めちゃめちゃ良かったです。ありがとう。皆さんやってくれてましたね。皆さんやってくれました。ありがとうございます。私間違えて恋バーって言ったそれでもいいですけどねこれですね。そう片手でできるよっていう。あ、素晴らしい。ありがとうございます。声は愛が大きければ大きいほどもちろん大丈夫。ありがとうございます。拾ってくださってどうでした皆さん、楽しかったですか？あ、よかったです。 ありがとうございます。ありがとうございます。撮ってみていただきます。